さあ夏は牝馬の季節でございます。というわけで夏の初めの牝馬の名物重賞ハンデ戦マーメイドステークス、ハンデ戦でね、しかも桃馬場といえば、まあ、どうしてもね軽量の軽ハンデの馬の台頭が期待されるところ、まあ馬券的にはね穴狙いで面白いところなんですが、まあ、今回軸の1頭はねちょっと1頭抜けて重いハンデフーラブライド狙ってみたいと思います。まあ、というのもね、この馬以外のね軽ハンデ勢がね勝つっていうのもね、重賞としての格としてはちょっと面白くないかなってぐらい、まあ、この馬が好走しないとあのレーティングとしては重賞に足りないんじゃねえのって言いたくなるぐらいねメンツが薄いですから、まあ、意地を見せてほしいですね。ハンデがあるとはいえ、まあ、そしてね G1 で負けた直後とはいえね、まあ、あの G1 のビクトリアマイル、この馬にはちょっと距離が短かったです。距離が2000に戻ってもう一回狙いたいですね。フーラブライド軸でいきます。でもう一頭の軸、この馬はねハンデはそこ50何キロだったかな、ハンデがね52キロ、まあ定量より1キロ軽いですが、まあ、あの1000万条件勝ってきたばっかってことでね、こういうハンデになってます。ただまああの実績で言えばフローラステークス2着、そこでね賞金積んだおかげでね、その後上のクラスではそこそこ止まりで、まあ、ただそこからまた力をつけて、また1000万下を勝ってここに来たと、まあ、そういう意味ではね、あの世代のトップクラスの力を見せたりはしてるんです。しかもこの季節に、まあ、そういうね、あのフローラステークス2着オークス3着はアイスホーリス軸のもう1頭狙ってみたいと思います。でもここから紐5点ですね。まずは1点目、カノン、まあ、これがね51キロの軽ハンデなんですけども、まあ、今年の、ね、新人騎手、吉栄新君が乗って、ね、ここまでやってきたと、まあ、あの一昨年の藤掛君ですとか、先おととしの高倉君と、若手騎手が、ね、ここで、まあ、勝てないまでもいいレースを見せて、そこから、ね、出世のきっかけを、他の馬主にも注目してもらってなんていうチャンスをつかんでいくなんていう傾向もあるレースですから、まあ、ハンデの軽いこのカノン、まあ、ぜひね、この。まあ、特に雨が降りやすい時期、馬場が重くなって軽ハンデの馬浮上のチャンスが多いところですので、まあ、ぜひ若手の、ね、飛躍のきっかけをつかんでほしいと思います。そして続いて、コスモバルバラ、まあ、この馬も、ね、50キロの超軽ハンデですね、まあ、そしてこの馬の成績を見るとね、だいたい4月から9月ぐらいまでの夏に好調期が続いてます。まあ、特にね、あの4勝しかしてない上に3年ぐらい競走馬走ってるのにね、もう、まあ、その中で連勝があったりして、まあ、好調が、ね、続くタイプ、この時期に調子を上げてくるタイプが1000万条件勝って、まあ、あの注目度は低いですけども、まあ、あの夏が得意でね、ハンデも軽いなんてことで、ここも連続していいレースをしてくれるんじゃないかなと期待をしてます。まあ、続いて、両決馬、里のジュピター、血統がいいんでね、まあ、あの使っていけばどんどん良くなってくるタイプじゃないかなっていうのと、まあ、そして、1000万条件勝った後、前走ね福島牝馬ステークスこそと大敗しましたが、この重賞のペースっていうのも2度目、まあ、そしてここはハンデも軽いし、まあ、あの2回目という経験が生きるんじゃないかということで印を回してみたいと思います。続いて、シャトーブランシュ、この馬もね重馬場実績もあってね良さそうですね。まあ、この時期どうしても雨が降りやすいんでね、重馬場をこなしたことがあるという経験っていうのは生きてくると思います。まあ、今日もね天気予報晴れだったんですけど、急遽ね夕立の音が、まあ、前のレースのには入ってたりしてね、エプソムカップの予想には入ってたりして、まあそういう時期ですので、パンパンの両馬場ってことはないと思います。こういう実績のある湿った馬場の実績のある馬から狙いたいと思います。まあ、そして最後が、ディアデラマドレ、まあ、この馬の父キングマンボってことでね、雨の日のキングマンボってぐらい、この時期のこういうそういうね芝の伸びやすいこういう重馬場とかね、そういうレースは良さそうな血統です。ここに来てね、着実に力をつけているだけに、キャリアを積んで、まあ、母もね重賞で活躍したディアデラノビアということで、期待通りの活躍をしてくれると思います。以上、そろそろね、当てないとまずいんで、当てに行ってますけども、なかなか当たらないですね、ハッチーでした。